なんか健康になって気分になれる。え？君呆れるの？階田さん？階田さんって豚だったの？ちょ。あんた、出ちゃわない？戻りな。あ、そう。階田さんな、昨日、かなとーって言ってくれて嬉しかったわ。めっちゃ乗ってくれて楽しかった。前田先輩のことあんたって言った。いや、違う。え？何じゃ、あなたはこの、ブーちゃんが階田先輩だと言いたいんですか？すいません、聞き捨てならないんですけど、僕の先輩のことを豚って言うんですか、あなたは？え、これは階田っていう名前であって、階田先輩ではないから。ブーちゃんよ。そうだよ。どうなん？そうだよ、悪くないそれ。いや、ロフマオさんの、ロフマオ塾さ、なんかかっこいい大人になり、なるために言ってんじゃん。何を言ってるのって思うんだよね。社長とかフワさんとかさ。あんなにかっこいい大人がかっこいい大人になるための、どういうこと？まあ、カイダさんとかはまあ、かっこいい大人っていうより優しいお兄さんって感じだから。まあ、若干まあ、わからなくもない、なるところはあるんだけど。バカにしてる。いや、違う。タイプがね、タイプの話よ。タイプの話よ。ライブは、まあ、ライブも超かっこよかったからな。先輩ディスった。どこが。違う。一旦無人島しとくか。全然無人島やりたいけどね。カイダさんもう一回行きたいって言ってたしな。正直、もう一回やりたいみたいに言ってたよね。確か。いや、心にキッズ住んでる時点で無理そうね。違うんだな。それちょっとかっこいい大人分かったね。やっぱね、かっこいい大人ってね、心に少年飼ってるんだよね。鏡さん、見てみ？やっぱあんだけかっこいい大人が心の中に少年をしっかり飼ってるっていうのがやっぱね一番ねグッとくるんだよな。いやこんなちゃんとまとめられるのすっごいな。すごー、綺麗なんだこれ。わーお、草も分けてんの。うわー、オーマイガーイ。綺麗すぎー、やばい。ああ、あう、やばい、恥ずかしくなってきた自分が。わあ、気持ちいい。やっぱこういうとこ見るだけで満足しちゃうんだよな。あ、綺麗。なんか、自分も綺麗に整頓してる気持ちになった。階田さんが僕のチェスト見たらそっと押しそう。まさか。そんな。今度、もし遊ぶ機会あったら見てもらおう。僕のインベントリーからチェストから。もしかして。うわあ、うわ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 くれれん。